チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日はフリコという料理を作っていこうと思います。この前サイゼリアに行ってきたんですが、サイゼリアではフリウリ風フリコという名前で、頼んでみるとマッシュポテトにチーズが混ざったようなものを、まあ、グラタンのように焼いてた感じの料理だったんですが、自分で調べてみると、まあ、いろいろなフリコがあるようで、今回はフランスのガレットに近いような作り方のフリコを作っていこうかなと思います。材料はじゃがいも、パルミジャーノレッジャーノ、塩、コショウと炒めるときに使うバター、これだけのシンプルな材料で作っていきたいと思います。今回メークインを使い、
煮崩さずガレットのような形でフリコを作ってみました。バターでじゃがいもを炒める際に水を入れて、クタクタなじゃがいもにゆっくりと火を入れて水分を飛ばしてカリカリにする方法もあるみたいなんですが、今回は食感を重視してちょっとサクサクのガレット風なフリコにしてみました。素朴なイタリアの田舎料理ということで、もしかしたらどこかのイタリアの家庭ではこの方法で作っているかもしれませんね。材料もとってもシンプルで、とても美味しく作ることができました。ぜひ皆様も作ってみてください。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオチベリアモー。